こんにちは。カナダ在住の山田です。決戦前夜、注目の連邦議員ということで話をしていきたいと思います。はい。えー、まず最初、速報からいきたいと思います。トランプ大統領、今日、オハイオ州でラリーやってたんですけれども、その中で、大統領選挙出馬声明出すんじゃないかっていうふうに注目されてたんですね。はい。で、どうだったかって言ったら、ラリーの一番最後のところで、11月15日火曜日に、フロリダ州マーラゴで正式に記者会見開くということを発表しました。 中間選挙の邪魔をしたくないとも言及していたので、まあどういうことかわかるかなっていうふうに思います。っていうことで、え従来言われていた通り、11月8日中間選挙明日あります。で、数日で結果が出揃います。で、レッドウェーブがどうのこうのっていうふうに言われています。熱狂を冷めやまらぬところに畳みかけると。 いうような方式なのかなっていうところですね。はい。まあ、ラリー会場かなりの量のメディアが来ていたっていうことなんですけれども、まあ、もちろんいつも来てるんですけれども、はい。ただ、あの、今日一本目の動画でね、これだったら嬉しいな、みたいな感じで伝えた考え方ですよね。あの、事前にそういう、あの、正しくない情報を流して、でも注目を集めることで、えー、まあ、とりあえずね、その出馬声明を出す記者会見の日を伝えるみたいなね、そういうところに成功したのかなっていうふうに思います。はい。まあ、とりあえず、まずは中間選挙っていう話になるわけなんですけれども、 今日のこのオハイヨ州ラリーで個人的に印象深かったなって思ったのをちょっと一つだけ紹介しておきたいと思うんですが、オハイヨ州のラリーなんですけれども、もう最後はもう全米に向けたラリーだったんだなみたいな感じだったんですね。どういうことかって言ったら、明日の選挙でその各州の州知事連邦上院議員とか司法長官の共和党候補の名前をもう全部読み上げていったんですね、主要なところをね。はい。で、その中にブライアン・ケンプジョージア州知事の名前があったんですよ。 ケンプ修士事といえばもうライノーって風に呼んでもお互いがバチバチにやり合ってる関係なんですけれどもこれ嫌いだったら名前出さなければいいじゃないですかでしかも別に一人名前出さないぐらい誰も気づかないわけなんですよねでもあえて名前出した出したっていうところに関してはもう明日の中間選挙に対するその本気度みたいなところがねかなり伝わってきたなって個人的には思いましたはいっていうまあ個人の感想は以上にしてですねえとりあえずこういうようなことがあったよっていうことですね でえ、今回のこの今日の動画はですね、1本目の動画で、明日の中間選挙、州知事選挙に関しては、ここに注目、司法長官選挙、ここに注目、みたいな話をしたんですがえ、今回のこの2本目の動画では、連邦議員選挙どうなのか、どこに注目なのかっていうところを紹介していきたいと思います。まず、連邦上院議員選挙なんですが、過半数取れるかどうかっていうところが注目されているわけなんですけれども、1議席取れればもうそれで大勝利なわけなんですね。 もちろんその後さらに伸ばせるかっていうところも重要なんですが、まずは1議席取れるかどうかっていうところに注目なんですね。はい。で、下院議員選挙に関してはもう7、8議席ぐらいで過半数を超えますから、もうとにかくどれだけ議席を伸ばすことができるのかっていうところですね。 まあ、一つ言われてるのは260超えると、えっ、ー、と、世界強行以来の数字になるみたいな、そういう歴史を作るみたいな感じで言われていますので、まあ、そこまでいけるかどうかっていうところもね、一つ注目ですよね。まあ、個人的には240後半とかそれぐらいで落ち着くのかなって思ってますけれども、まあ、とりあえずどうなるかは明日っていうところですね。はい。 で、えっと、基礎的な話ですけれども、連邦上院議員って100議席あります。各州2議席っていうふうに憲法で決められていまして、今回の中間選挙はそのうちの35議席が対象になっています。ちなみに任期は6年です。一方、下院議員は435議席がすべて選挙にかけられますえ。任期は2年です。はい。で、この下院議員に関しては、あの、実は他にもですね、投票権がないんだけれども、ワシントン DC 選出であるとか、あとアメリカ領サモアとか、あの、そういう、なんだろう、 の、グアムみたいな、そういうアメリカ領の会員議員選挙もあるんですけれども、まあ、それはね、あの、全然政治には関係がありませんし、あの、誰かが勝ったから、だからなんなんみたいな話ですから、割愛しておきたいと思います。はい。で、えっと、本題ですね。上院、下院どうなるかっていう話なんですが、えっと、とりあえず上院に関しては8議席が激戦っていうふうに一般的に言われています。下院は34議席がどうなることやらっていうところですね。はい。で、えー、今回の中間選挙って、残りの2年間どうなるかっていうところを決めるだけじゃないんですよね。 どれぐらいの勝ち方ができるかっていうところで、2024年の選挙にどのような状態で共和党が突入していくことができるのか。 っていうところにも影響してくるわけなんですね。っていうことで、えー、もう単なる中間選挙っていうよりも2024年の前哨戦っていう意味合いが強いわけなんですね。特にトランプ大統領がどれぐらいの影響力を持っているのかっていうところがかなり試されるところになりますので、その辺に注目が集まるわけなんですけれども、この2024年の選挙に関する話を中間選挙前にするって何度も言ってたんですけれども、結局ネタが溜まりすぎてて無理だったので、中間選挙終わったら、この2024年、大統領選挙 今日だけじゃないよっていうところをね話しておきたいと思いますはいということでそれは後ほどっていうところですねで今回の動画なんですけれどもそのレッドウェーブが起きるっていう風に言われるわけなんですけれどもじゃあ具体的にどこがどうなったらそうなのっていうところってよくわかんないんですよね ということで、指標として挙げられている選挙区がいくつかあるので、まあ、マニアックなものも含めて、このあたりを紹介できたらなというふうに思います。はい。まずは上院議員選挙からいきたいと思うんですが、え上院議員激戦州って言われているところいっぱいあるんですけれども、一般的にはえアリゾナ、コロラド、ジョージア、ニューハンプシャー、ネバダ、ワシントン、ペンシルベニア、ウィスコンシン、ノースカロライナ、オハイオ州が挙げられるんですね。 個人的にですけれども、もうウィスコンシン、ノースカロライナ、オハイはどうでもよくないかっていうふうに思ってますから、ここはちょっと抜きます。で、代わりにアラスカ州、全然注目されてないんですけれども、かなりまずい状態なので、そこを追加した話を今回していきたいと思います。はい。ということで、この赤色になっているところが今回注目のところなんですけれども、 この赤の中をさらに2種類に分けたいと思うんですけれども、トランプ大統領から支持声明を受けている候補が連邦上院議員候補なのは、アリゾナ、ネバダ、ペンシルベニア、ジョージア、でニューハンプシャで、アラスカ州っていうところですね、はいで。一方のコロラドとワシントン州に関してはトランプ大統領支持声明出していません。はいまあ、コロラドに関してはかなり危険人物のようなんですよね。はい、なんでまあ、どうなのかなって感じなんですが、ワシントン州のね候補なんですが、インタビューの 記事読んんんんでででみたんですけれどもなな支持声明出してないんだろうかって逆にに僕は不思議になるぐらいですね、はいうん、っていうような、まあ、かなり真っ当な人物というか、あの、弾劾裁判とかにももう猛烈に反対してるみたいな感じのようなんですけれども、うん、まあ、とりあえず細かい話はいいや。とりあえずこんな風に分けることができます。はい。で、現状どうなのかって話をね、この後していきたいと思うんですが、えっ、ー、と、ちなみにこの中でも一番楽観視できそうなのがネバダ州かなっていう風に思います。もう連続して共和党候補の、えー、が、 結構なポイント差をつけて、えー、ずっと差を広げ続けていますから、まあいい感じなのかなっていうふうに思ってます。あの、まああくまでも、え正、ー、々堂々とした選挙だった場合の話なんですけれども、まあ問題なく、えー、終わるんだったら、問題なく勝てるかなっていうところですね。はい。っていう、あのね、何事もなければいいなっていうふうに思ってますけれども、はい。とりあえず本題いきたいと思います。 今挙げた注目のところなんですが、その中にまずアラスカ州ですね。アラスカだけはかなり特殊でして、その共和党内での対立が原因で、今ぐちゃぐちゃになってるんですね。詳しいことは過去の動画でいくつか喋ってますから、例えばこの49年ぶりにっていう動画ですね、これもまず見てほしいと思うんですが、何が起きてるかって言ったらアラスカって、あの、特殊な選挙制度を取り入れてるんですね。ランクドチョイスボーティングっていう方式なんですけれども、これを取り入れ,入れたせいで、 共和党内で内で対立が起きた結果、民主党が漁夫の利を得たりとか、まあ、その結果のゴリゴリのレッドステートのはずのアラスカ州で、連邦下院議員で共和党が負けるっていうね、前代未聞みたいなね、そういうことが起きてるわけなんですけれども、はい。まあその原因はランクドチョイスポーティングなんですね。はい。で、えっと、これのおかげで、トランプ大統領が C 生命出してるチバーカっていう人物が多分勝てないんですよ。で、えっと、現職のですね、リサ・マコースキーっていうですね、 えー、まあライノ中のライノですねだから。むしろこいつの投票歴見る限り、なんで共和党いるのって思うような人物なんですけれども、この自称共和党が多分勝つんですね。はい。で、何よりこの選挙で嫌なところが、マコこのマコウスキーの後ろに、マコーネルついてるんですよ。 で、ミッチ・マコーネルといえば、今、共和党の上院リーダーやってるんですけれども、じゃあ仮に共和党がこの後過半数取った場合、上院リーダーになれるかって言ったら多分なれないです。はい。っていうのも、今日、えっ、ー、と、ジョシュ・ホーリーさんっていうね、上院議員がですね、あの、もう正式にですね、絶対マコーネルはリーダーにさせねえっていうふうに言ってましたので、はい。この後ね、中間選挙終わった後の共和党内面白いと思いますよ。はい。っていうような感じなんですけれども、まあ、とりあえずその話横に置いといて、はい。とりあえず上院はそういうことでぐちゃぐちゃになってます。 で、会員に関しては結局、共和党の中での票の食い合いが収まってませんからえ、民主党の候補が勝つ見込みになっています。はい。っていうようなことでアラスカ州、あんまり注目を集めてないんですけれども、あんまりよろしく、よろしくないことが起きているんですね。はい。っていうのがアラスカの現状です。 じゃあ他のところはっていうところを一気にまとめていきたいと思いますが、まず最も注目を集めているのはペンシルベニア州の上院議員選挙ですね。はい。これに関してはもう今徐々に徐々に挽回している感じで、今差を広げてるんですね。はい。まあ、なので、あの、変なことがなければ勝てると思うんですね。はい。で、あとですね、ペンシルベニア動画にはしてないんですが、今予想をかなり超える共和党の期日前投票率が出ていると。 で、民主党側が予想をはるかに下回る、えー、期日前投票率だっていうことだそうなんですね。まあもちろん、あの、その後、また増えたりとかもしてるかもしれませんけれども、まあその辺はちょっと期待できるなって思った一方で、なんかまたね、裁判がどうのこうのって話でぐちゃ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 ,ぐちゃしてきてるんですね。なので、ペンシルベニアはもうその票の取り合いっていうよりも、えー、なんか違うところの戦いに、ね、なってきちゃうそうなんですけれども、もう本当にね、 なんで正々堂々とやれないのかなって思っちゃうんですけど、どう思いますもう、なんかね、ね <laughs> まあいいや、とりあえず、あの、頑張れっていう感じですね。はい。で、えっと、ジョージア州に関しても、ハーシェル・ウォーカーいい感じに伸びてきてるんですね。はい。ただですね、ジョージア州ってちょっと特殊な選挙ルールがありまして、えー、50%を超える得票率の候補がいなければ、えー、強制的に上位2名による決選投票に、えー、行くことになるんですね。 で、今の現状行くと、多分12月6日に決選投票がある予定なんですけれども、そこになるだろう。で、そこで勝つだろうっていう話なんですね。はい。まあ、もちろん、思いのほか共和党側の勢いが強ければ、特に今回、えっ、ー、と、ブラえっ、ー、と、黒人票がですね、かなり共和党側に流れ込み始めてるっていうふうに言われていて、で、ジョージア州って黒人層が結構多,多,多いんですよね。 ということで、もしかしたら予想外に50%超えて一撃で決まるかもしれないとも言われていますけれども、まあ、あとは当日どうなることやらっていう感じですね。はい。で、アリゾナ州に関してはこれちょっと古い話ですけれども、詳しいことはこの動画を見てください。民主党の第五さん。これで紹介しましたが、第三政党が撤退で、共和党候補の支持声明を出してますので、多分ひっくり返してると思いますので、まだまだ接戦ですけれども、勝つんじゃないかっていうふうに言われています。はい。 で、ニューハンプシャー州ね、あのちょっとトラファルガーグループのデータ古かったので、えっ、ー、と、2020年一番正確なものを出したっていうふうに有名な、えー、このセイントアンセルム・カレッジっていうところの、えっ、ー、と、世論調査結果を紹介したいと思うんですが、 9月の段階だと、共和党のこのボルダック候補はですね、赤色ですね、6ポイント差つけられて負けてたんですね。はい。ところが10月の調査ではひっくり返して1ポイント差っていう風になってるので、いい感じですね。ただ1ポイントっていうのはまだこれ誤差の範囲内ですから、まあ、あとは当日どうなることやらっていう感じですね。で、ワシントン州とコロラド州に関してもそれぞれ負けてるんだけれども、誤差の範囲内なので、まあ頑張れ頑張れっていう感じですね。はい。 ということで、まあ、これら全部総合して、えまあ、個人的なその願望も含めての予想をすると、ネバダ、アリゾナ、ジョージア、ペンシルベニア、ニューハンプシャーに関しては、まあ、取れるんじゃないのかなっていうふうに思っています。まあ、ニューハンプシャーが一番微妙かなっていうふうに思うんですが、はいまあ、あとは明日変なことがなければいいなっていうところですね。はい。っていう上院議員に関するお話でした。 で、続いて連邦下院議員ですね。えっと、これね、あのー、マニアックな話にはなるんですけれども、かなり勉強にもなるところがあると思いますの、ね、で、あの、最後まで聞いていただけたらというふうに思うんですが、その、レッドウェーブが起きているかどうかとか、どれぐらいの規模かっていうのって、どうやって測るのって言われたら、わかりづらいんですよね。 で、そこで登場するのはこの連邦会院議員なんですよ。これ一つの州をいろいろな選挙区に分けているわけなんですよね。で、州の中でも特にその人口の比率とか、その人種の比率とか、まあそういうようなところから、えー、まあ指標として使えるっていうところがいくつかあるので、それをまとめて紹介していきたいと思います。これ青と赤に分かれてるんですけれども、まず青色にしてるのは何かって言ったら、速報で役立ちますよっていう州なんですね。その東海岸沿いなので、えー、早め早めに選挙結果が出てくるよって いうところで中でもノースカロライナ州の第13地区オハイオ州の第9ジョージア州の第2バージニア州の第270地区っていうのがかなり速報としては注目すべきところっていうところなんですねであとミシガン州に関してはこれそのトランプ側効果がどうかっていうところでまたこれも詳しいこと民主党の第53っていう動画を見てほしいと思うんですけれどもここってミシガン州の第3地区って元々共和党の下院議員だったんですねでここってえっと何て言うかななんちゃら、えー、名前忘れちゃった。 えっと、ごめんなさい。名前忘れちゃいましたが、えー、なんかチャンピオンみたいな名前の人。<laughs> 忘れちゃった。まあ、いいや。えっ、ー、と、トランプ大統領に対して弾劾で賛成票を投じたやつなんですね。で、それを追い出すのに予備選挙で成功していたわけなんですけれども、実は民主党ってトランプ大統領が支持声明出してる候補にお金突っ込んでるケース結構あるんですよね。 で、この第三地区もまさにそれで、えっ、ー、と、第三地区の共和党側候補って民主党から4350万円の、えー、その支給というか、えー、その援助を受けてるんですね。これなんでかって言ったら、このまあ、詳しいことはこの動画見てほしいと思いますが、共和党側にそのトランプバックの候補が増えれば増えるほど、そいつらを過激っていう言葉でひっくるめること、ひっくるめることによって民主党が勝ちやすくなるっていうふうに民主党側は考えてるんですね。 っていう風に、そのトランプ側効果を狙った戦い方なわけなんですけれども、それがどうなるのかっていうところが、まあ、注目なわけなんですね。はい。 で、あとは、どれぐらいの規模のレッドウェーブなのかっていうのを見るのにいいのが、ニューヨーク州の第17、カリフォルニアの第27、テキサスの15、28、34、オレゴンの3、4五、アイオワの3、ニューハンプシャーの1、ロードアイランド州の第2地区ですね。はい。えっと、このロードアイランド州の第2地区に関しては、この、えー、選挙特集の第、えー、パート12ですね。これの前半のところで話してますので、そちらをぜひともチェックをしてみてください。はい。 で、この中でも、じゃあ、もうちょっとだけ深掘りした話をしておきたいと思うんですけれども、この赤色でまとめたところですね。はい。例えば、ノースカロライナ州、これなんで注目なのかって言ったら、さっきも言いました、速報に役立つからなんですね。で、なんで速報に役立つのかって言ったら、まず7時半に投票が終わりますと。なんで、早く結果が出る可能性があるんですね。で、プラス、この第13地区って、その選挙区改定の影響から、都市部と田舎の人口バランスがめちゃくちゃいいんですよ。 なので、その共和党、民主党のパワーバランスっていうのは一般的には拮抗してるっていうふうに言われているところなんですね。なので、ここでどれぐらい共和党が伸びるかっていうのは、今回共和党が全米でどれぐらいの勢いあるのかっていうのを測る一つの指標になるっていうふうに言われているので、それでこのノースカロライナ州の大13地区っていうのは注目なんですね。はい。 で、ニューヨーク州の第17地区に関しては、これ本当に面白くなりそうで、えっと、ここの民主党側の現職の議員って誰かって言ったら、えっと、DCCC って言って民主党議会キャンペーン委員会の委員長さんなんですね。要は、えー、その、民主党の上院議員、下院議員のその選挙キャンペーンの応募数、 中ののなななんんでですすけけれどもそそ総責任者みたいなやつが今負けそうなんですよで、えー、とここってバイデンが2024年に10ポイント差つけてトランプ大統領が勝ってる地域なんですね。そこで民主党のそのオーボス中のオーボスが負けるってこれ異常事態じゃないですか。っていうことが今期待されてるっていうことでここも注目を集めてるんですね。はい。なのでその、えー、レッドウェーブの大きさがよくわかるっていうような一つの指標ですね。はい。 で、オレゴン州の第五地区、これもね、面白くなりそうでして、ここ、現職の民主党が、極左の候補に予備選挙で負けてるんですよ。なので、今回のこの第五地区の選挙っていうのは、極左。 民主党バーサス、共和党、しかも元、この地域の市長をやってて結構有名な人の戦いっていうことで、ここも結構見物になってるんですね。まあその極差がね、かなりはびこっていたところがあるわけなんですけれども、それがどれぐらいの勢いをまだ残してるのかっていうところに、えー、フォーカスできる選挙なのかなっていうふうに言われてるんですね。 で、テキサス州に関しては、このね、南端のこの先っちょのところですね、ここが15、28、34地区なんですけれども、もうここは完全にもともと民主党が強いところなんですけれども、共和党がどれぐらい勝てるのかっていうところで、不法移民問題の影響がどれぐらいだったのかっていうところがわかるんですね。 で、さらに奥6月ぐらいの段階で、レッドウェーブが始まってんじゃないかっていう動画を出してたじゃないですか。まあ、あれの答え合わせにもなるかなっていうふうに思いますから、そういう意味でもかなり注目かなというふうに思っています。はい。で、えっ、ー、と、あとはロードアイランド州ですね。ここの第2地区に関しては、えー、山立誕生以来の奇跡が起きるかもしれないっていう話なんですが、お前は何を言ってんだっていうふうに思った方は、ぜひともこの過去の動画を見てください。はい。っていうようなことで、注目はこんな感じなのかなっていうところなんですが、最後に、えー、まとめていきたいと思うんですけれども、 今回の中間選挙なんですけれども、その単なる残りの2年間を争う選挙ではなくて、2024年の選挙につながる重要な選挙なんですね。で、明日なんですけれども、どうやらアメリカって怪奇月食があって赤い月が見られる予定だそうなんですよ。で、えっ、ー、と、この赤い月が見られる時といえば、1946年6月14日にも怪奇月食って起きていたらしいんですね。この日って何の日か知ってます皆さん。これ、トランプ大統領の誕生日なんですよ。 っていうところとかもなんか偶然に偶然が色々重なってんなって思ったのでそう考えるとですねその2024年にかけて起きるもう超巨大なもう津波級のレッドウェーブの第一波が明日来るよみたいなそういうのを予期させるような自然現象だったりするのかなっていうふうに、えー、思ったりとかしますでさらに言うとあの昨日の動画でも紹介しましたがあのペンシルベニア州であの二次出てたとかね突風であの民主党候補のね後ろにあったアメリカの国旗が全部倒れていくみたいなねそういうようなこともあったんですがあれで 地球が焦ってんじゃねえかっていう風に言ったじゃないですか、僕がね。はい。で、えー、で、明日、この赤い月が出てくる、これ月と太陽によるものじゃないですか。 ってことを考えると、これって月と太陽から応援されてんじゃねみたいな感じに見えるので、今回のこの中間選挙ってもう2024年どころかもう宇宙規模の選挙なんじゃねえかって思ったんですけれども、はい。すいません。ちょっと中二病が発動しますかね、僕ね。はい。<laughs> ということで、えーまあ、冗談はさておきで、とりあえず明日いよいよっていうところなので、とりあえず速報はね、どんどん出していく予定ですけれども、とりあえず明日一本目の動画に関しては選挙結果全く出てない段階だと思いますから、まあ、中間選挙に関わる他の話をしておきたいなっていうふうに思いますので、明日もぜひともチェック してくださいとりあえず速報頑張っていきたいいいとと思いますということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。えっ、ー、と、我が社の社長のたぬきくんも今ね、ね、えー、机で寝て体力を温存しておりますので、明日以降の活躍を期待しておきたいと思います。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。